実店舗を持っていて、何かを売っているっていう中で、これはすごい儲かるよねっていうのって何か思いつくものってありますか店舗の名前ってことですかいや、えっと、業態というか、はい、あの、まあ、なんて言うんですかね。まあ、キャバクラとか、クラブとか、そういう、その、ジャンルうん。で、何か飲食でめちゃくちゃ儲かってるっていう。ジャンルは飲食だけど、飲食の中でとですよね。そうです。飲食の中でめちゃくちゃ儲かってるってイメージがつくものってあまりないんですけど、はい、今、今現状コロナ禍で。 ねあえっと、コロナの前からですね。あの、コロナに関係なくです。ね、うん、やっぱでもそう考えるとスケールしてるフランチャイズ系の、例えば、ね、はい、ココイチさんとか、ああ、はいうの本部も多かるなと思ってますけど、はい、物流も入ってるんで。コメダコーヒーとか。ああ、はい。はい。カフェ。はい。はい。あの、僕もうちょっと頭が悪くて、あの、すぐ思いついたのが3つありまして、えっと、海の家いいのと音楽フェス、 <laughs> の出店と、祭りの出店ってめちゃ分かるじゃんっていうことを。食べ物の種類じゃないんかい。<laughs> あ、食べ物の種類じゃなくて、け携帯、ジャンルですね。<ー>はい。なるほどね。はい。音楽フェスって飲食なの岩社長いかがでしょうか裏腹ですよね。あの、一生懸命なのがすごく伝わるのと、でも、途中、最初の方に、あの、虎になんか質問したじゃないですか。はい。あのやり方って結構失敗が多くなるんですよ。うん。うん。虎の方々、これ、あの、知ってますかとか。 な何意味されますかっていうのは、あれって、すごく微妙なんだけど、失礼だな、この人って思われる可能性が高いのね。わ、うん、かりました。うん。あとは、反論しますけどっていう反論っていう言葉を自分で使っちゃった、はい、っいうところとかが、すみません。すみません。いや、僕怒ってんじゃなくて、損してるかなって思うの。失言でした。うん。反論って言わなくていいじゃんって思うのに、はい、あえてあなたは自分で、あの、 あ、それ反論していいですかって言っちゃうと、はい、反論っていう言葉聞いた相手はカチーンってくるんだよね、きっと。そうですよね。その辺が実は言葉巧みに使ってるようでいて、あんまりうまくないなっていうのが僕の感想ですか、ね。はい。ありがとうございます。すいません。